はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。龍が如く4をやっていきましょう。前回の続き。はい。リリーさんとね、デート。まあ、いろいろ服とかアクセサリーを買うって話なんですけど、前回のね、最後でも話したんですけど、サブイベントがね、夜発生すると。で、まあ、今夜なんだけどね。一つも発生しないのさ、おそらくね、リリーさんがいるとね、発生しないんだよね。で多分この後話進めていくと、一人で行動できるようになるんじゃないかなと。ということで、動画中ね一回カットは挟むと思うんですけど、とりあえずストーリー進めていきたいと思います。到着。ここでドレスを買おう。似合うのがあるといいんだけど。そうですね。はい、こんにちは。今日はこの子の衣装を買いに来たんだ。似合う服を選んでくれないか。さようですか。そうですね、こちらなんていかがでしょうか。ああ、選べるんだ。色があんまり好きじゃないかな、これは。今日体のラインが出るっていうのはいいよね。うん、こっちかな。体のライン出る方にしましょう。はい、うちの花ちゃんに請求しといて。わかりました。またよろしくお願いしますね。はいはい。次はアクセサリーだね。ルーマルシェに行こうか。はい。行きますか。上に上がってすぐだね。ルーマルシェは。一人になれるのか。なんか慣れそうな雰囲気ないよね。ルーマルシェ、ここですね。ここでアクセサリーを買おう。似合いそうなのを選んであげるよ。どうせいいんだろう。話せばいいのかな。いらっしゃいませ。おお。いやー、両方好きじゃないな。こっち行くか。はいはい、花ちゃんにお願いします。かしこまりました。ではお送りいたします。ありがとうございました。はーい。あとはヘアメイクとネイルってところか。ちょっと時間かかりそうだな。悪いんだけど、こっから一人で行ってもらえるかな。代金はスカイファイナンスの秋山につけといてって言えば問題ないからさ。わかりました。ヘアメイクとネイルが終わったらミレニアムタワー前にあるエリーゼって店に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。はい。あ、一人になれましたね。これで、サブイベントができると思います。サブイベントをこなしたら、そうだね、エリーゼの前かな、まあ、近くからの再会にしようかな。まあ動画では一瞬ですね。はい、ということで一回カットします。カット。はい、サブイベント終わらせてきました。はい、じゃあね、エリーゼ向かいましょう。すぐそこです。行きましょう。進めていきます。ここかな、ここですね。よう、来たよ。リリちゃんはどこ。バックルームでお待ちです。こちらにどうぞ。よし、じゃあ早速始めよう。あ、なんか髪型ちょっと変わった。あとネイルもしてるのか。はい、よろしくお願いします。ではまずは着替えてもらうよ。君の魅力を最大限に引き出すんだ。大丈夫、リリちゃんなら夜の女王になれるさ。ああ、あれか、動画では撮ってないけど、スリン時にもイベントあったキャバつくと同じような感じかな。チェーン、はい。ビフォー、アフター、はい。あ、キャバくらいの、あ、キャバ嬢になるの。
ナさん、私。いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。え？いや、なんでもない。さあ、今からテスト2を始めようか。それじゃあ今からテスト2です。まずは股を開いてください。はい、今から私を相手に接客をしてもらいます。接客？ええ、たった今からあなたはこの店のキャストです。つまりホステス。あなたにはこの店でナンバーワンのキャストになってもらう。ナンバーワン。このキャバクラ、実は私がオーナーでしてね。ま、それなりの売り上げはあるけど、この不景気でいまいち売り上げが上がんなくてちょっと困っていたとこなんです。はい。あなたにはここで働いてもらいます。それがテスト2となります。はい。それは分かったんですが、ナンバーワンになるというのはちょっと自信が。じゃあ1億、諦める。やる前からダメだと諦めてテストを受けるのやめますか？それでいいんですか？やります。やらせてください。そりゃよかった。大丈夫。今の君ならすぐにでもナンバーワンになれるさ。それでそのナンバーワンになる条件、うざってんのいっぱい出てきたの言葉。やっぱり売り上げなんですか。ええ。今日から3日間、君にはキャストとして300万円を売り上げてもらいます。300万、3日で。それができたらテストは合格。私はあなたに1億円、無担保、保証人なしで融資します。無理なら約束通りこの話はなかったことに。300万ですね。はい。300万稼げば本当に1億貸してもらえるんですね。はい。わかりました。やってみます。それではビジネスの話はここまでにしましょう。ここからは俺のプライベートとして楽しませてもらいます。え？さっき言ったじゃない、今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーっつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。今はただのお客さん、つまり俺が君の最初の客ってわけ。そう、その笑顔いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか。そうだね、それじゃあそろそろ俺は出るから。あら、帰っちゃうんですか。ああ、オーナーとはいえいつまでも客席に座ったら店は迷惑だからね。そうですか。リリさん、店が終わった後ちょっと会えない。ふふ、それってアフターの誘いですか。うん、そういうこと。いいですよ。じゃあ劇場前で待ち合わせよう。ではまた後で。はい。へえ、キャバ嬢か。なるほどね。とりあえず劇場前に行きますか。まあ、キャバクラ行ったことない俺としては、まあ、普段お酒も飲まないからね。何が楽しいのかが分かんないよね、キャバクラ。劇場前、到着しましたけど、あ、ピンクマークついてた。こっちですね。ここ。オーナー、お疲れ様です。エリーゼの田沼です。今リリさんが帰ったところです。今日のリリさんの売上の集計が終わりました。おお、サンキュー。でいくらだった。予想ね、53万。おい、来た。今日は50万円売り上げてます。初日でこの数字はすごいです。まあな、ただ彼女に貸したテストに合格するにはちょっと足りないけどな。そうですね。
オーナーもまた店に来てリリさんの様子を見ていってください。ああ、わかった。それではまた。お疲れ様でした。すいません、遅くなってしまいまして。お疲れさん。仕事はもう慣れた。ええ。でも、ん?どうした?今日の売り上げの結果が気になって。知りたい?知りたいです。本日のリリさんの売り上げは50万円です。50万ですか。そう、50万。ってあれ、どうしたの?落ち込んでるの?あ、いや、すごい金額だとは思います。でもあと2日で250万も残ってるのかと思うとちょっと。大丈夫だよ。今日はまだうちの店に慣れてなかっただけだと思うし。それにほら、出勤時間だって短かったんだからさ。ほんと大丈夫だって。君ならやれるさ。俺が保証する。何?秋山さんって本当に面白い人ですね。だから何が?だってテストって言って私にノルマを貸してるはずなのに頑張れって。別におかしくないじゃない。だってさ、俺は君にテストに落ちてほしいなんてちっとも思ってないんだから。そうなんですか?うん、そりゃそうだよ。俺は君にできることなら金を貸したい。心からそう思ってるから素直に応援してるだけ、だよ。秋山さん。それに君も、おいそれと諦められないでしょ ?1 億がかかってんだからさ。そうですね。私やります。やってみせます。ふう、まあそんなに気張らないで。息抜きも大事だから。はい。じゃあ、これからは楽しいアフターの時間にしよう。さて、どうしようか。どっか行きたいところある？カラオケ。どうして私にそこまでよくしてくれるんですか？君にはそれだけの価値がある。そう思っただけ。でもこれはもうテストとは関係ないんですよね。関係ないっちゃ関係ないけど、でもほら今日一日は俺とデートするって話だったでしょ。だから俺のわがままに付き合うのもテストのうちだ。うん、ちょっと強引な理屈ですね。うるさいな。いいでしょ、ちょっとぐらい付き合ってもらっても。でせっかくのデートなんだしさ、君の行きたいところに行こうよ。どっか行きたいところある？行きたいところですか。君の好きにしていい。特に行きたいところがないならそれでもいいけど。俺がどっか適当に案内するよ。いえ、それじゃちょっと行ってみたいところがあるんですけどいいですか？はい。どこ？チャンピオン街。うん、行こうか。よし、行きますか。そんなに急がなくても。何かこうエッチなイベントとか起きないかな。今これカラオケ行ったら二人で歌えたりすんのかな。どうなんだろう。いや、カラオケで曲取ってそれをエンディングにしたいんだよね。3の時もやってたんだけど、はるかちゃんのやつ。それをやりたいんだけどね、なかなかね。はるかちゃんとのイベントがいつ起きるのかね。イベントつか、はるかちゃんいつ出てくるのかね。出てくるよね、4も。到着。この辺なの多分。でも前はこんなビルはなかったから。え、このビル結構前からあるよ。ねえ、ちょっとここに入ってもいい？タメ口？あ、あのビルは知ってる。懐かしい。昔は割と高いビルで目立ってたんだけどな。今じゃ周りにもっと高いビルがたくさんあって小さいくらい。この辺よく来てたの？来てたっていうか住んでたの。もうずっと昔の話だけどね。あの頃は良かったな。狭い部屋でお金もなかったけど、それでも毎日が楽しかった。ねえ、どうして男の人っていつも上ばかり見て痛がるのかな。え、組織のため、自分のためって、すぐ隣にいる女のことなんて全く見てない。こんな仕事してる俺が言うのもなんだけど、家族にせよ恋人にせよ、やっぱり金がないとなかなか幸せにできないんじゃない？男には責任ってのがあるからさ。だからある程度の地位を使うまではがむしゃらに上を目指すしかないってこともあるんじゃないかな。私はそんなのなくても平気だった。ずっとあのままいつまでも同じように笑っていられれば、それだけで幸せだった。
それじゃあどうして君は俺のところに来たの？君は今お金を必要としている。変よね、お金なんていらないって思ってた私が今こんなにもお金を必要としてるなんて。変だよね。なんで金がないと世の中うまくいかないんだろうな。金で人が幸せになれるんだったら俺が君を幸せにできるのかな。え？どうして避けなかったの？どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ、こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？でも振られちゃった。本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかな。おうおい、見せつけてくれるじゃねえか。俺たちにもサービスしてくれや、姉ちゃん。また柴田組か。あんたらも懲りないね。なんだと？なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ。柴田組のことならよく知ってますよ。東商会の直系って肩書き振りかざしながらも二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。おこら！なんだとこのガキが。予定にはなかったが構わねえ、ぶっ殺してやる。なんか三下感半端ない敵出てきましたね。やってやりましょう。いやただ俺はね、リリさんは好きじゃないよ。なんかめんどくさそう。なんだ、何、あ、撃たれてんだ。死ね。よいしょい。銃は落としたか。めっちゃリリさん遠くにいるな。銃はないな、銃ないな。よいしょ、よし。あ、銃、あ、銃あった、銃あった、銃あった、銃見つけた。よいしょ。よし、やりました。クソ、追っ手が来るのも時間の問題だな。逃げよう。ここまで来れば大丈夫だろう。危ない目に遭わせちゃってごめんね。最近ちょっとしたゴタゴタに巻き込まれちゃってさ。あれ、どうしたの？どっか怪我でもした？何でもありません。お、敬語に戻ったぞ。またあいつらに絡まれても厄介だし、残念だけど今日のデートはこれまでかな。そうですね。
じゃあ明日もまた頑張ってね。俺も時間があったら店に様子を見に行くよ。はい。あ、終わりですか。いやー、リリーさんね、あんま好きなタイプではないかな。うん、めんどくせえっていう言葉がすごいぴったりハマりそうな女、やだね。やっぱ花ちゃんでしょ。あれ、あの女はいい。花ちゃんはいい。可愛いし、今日やっぱはるかちゃんかなと。はるかちゃんに会いたいね。はい、ということで、今回はここで終わろうかなと思います。そんじゃ終わります。バイバイ。